トリエステ市民植物園のビアソレッドの像、バルトロメオ・ビアソレッド王は、イタリアの薬剤師、植物学者である。現在のクロアチアのボドニアンで生まれた。ディエカやトリエステの薬局で働いた後、ウィーン大学で薬学を学び、1814年に卒業した。ベルスで1年間、薬剤師として働く間に、植物学に興味を持ち、植物標本を作り始めた。 1817年にトリエステに戻り、自らの薬局を開いた。アドリア海沿岸やオーストリア各地の植物を調査していたドイツの植物学者、ダーフィット・ハインリヒ・ホッペと知り合い、協力して新種植物の発見や科学論文を執筆し、植物学者としての評価を得た。1823年にパドバ大学から学位を取得した。 その後も各国の植物学者とイストリアなどの植物調査を行った。1833年にムツヨトマシーニとアドリア海沿岸地域の調査を行った。1838年に博物学愛好家のザクセン王フリードリヒアウグスト2世が指揮したイストリア、ダルマチア、モンテネグロの植物調査にトマシーニと参加し、1841年に報告書、 ビアッチョ・ディ・エス・エム・フェデリコ・オーガストリ・リディ・サッソニア・パー・エル・エストリア・デラ・マッツィア・イーモンテ・ネグロを執筆した。1828年にトリエステに植物標本館を作り1831年まで館長を務めた。トリエステ市民植物園の創立者とされる。フィレンチェの農業愛好家アカデミーの会員であり、ウィーンやプラハで行われた科学者の会議に参加した。 セリカの植物の属名、バイアセレティアに、貢献名された。バイアサルは、植物の学名で命名者を示す場合に、バルトロメオ・ビアソレッドを示すのに使われる。CFR, I can't ー、エ L, イタリアサイオンティフィカ・コンティンパーニア、の知事へサグリー・イタリアーニアイスクレッティア・イチンクエ、プリーミー・コングラシー、チップ・ステラ・ミラ・ナンバーワン844 ピアニッシモ、五57から60、アドボセムハット CFRC、パーソン、リップオミニチアンのフォトラストリアデラフローラエストリアナ、イン・アイ・ストリア・リア・ネ・エティ・ドット・オ・ア・リ・ジー、ビー・バイアセレト・エム、トンマシニ、ストライフザグ・フォントリー・スト・ナーハ・エストリアン・イム、フリューリング1833、ミッドベゾ・アンデラ・ルーク・ジッシュとアウフベタ・ニック、SE、 SL1833 CFR アッチデルアカデミアエッケナミカオグラリアデイジョージャフィリー,ボリュームセベンティン、ガビネットベスフィレンツェ1839ピアニッシモ153から154ありがとうございます